ことみんなで作るマスラボのうさりそらです。さあ今回は全化式恒例コラボ13ということでですね、はい、13が13になりましたが、こちらです。今回はですね、分数型の全化式という、まあ、非常に基本的な形なんですけれども、まあ、記述ミスに注意してくださいね。もうこれだけを伝えるための動画になります。 OK、 なのでこれはそんなに難しくないですよ。そんなに難しくないんですけれども、しっかりとね、記述ミスなく満点を狙えるようにしていきましょう。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。はい、ということで、まずこのものを見た時にどうするか。実はこれ本当に初見で見た時はこれ難しいと思うんですよ。なぜならば、これどうやって変形したらいいか分かんないですよね。だって an プラス5分の an ってんとなるわけです。例えば勘のいい人はなんかこうやって変形すればいいんじゃないかなって思うんですが、これもあの微妙なんですよ。何をやってるかよく分かんなくなると。さあそうなった時に、実はこれはもう青チャートとかにも載っているような解法がありましたよね。さあ何かというと、実はこれ分数型の時に困ったら、まあ、逆数の形を考えるというものがあったのを覚えていますでしょうか。 OK、 逆数っていうのは何かっていうと、はい、an プラス1の逆数は an プラス1分の1、そしてじゃあ右辺の逆数は、さあこうなります。じゃあ同じように考えると、実はこのようになるんですよね。さあそうなった時に、結局これをはい、このように置いてあげると、まあ、こうなりますよというものですが、このままだったら限定になりますよね。さあどこが限定なのか分かりますか。もちろんこれ逆数を取ってから bn を加えておく、これも別にいいですね。ここはただいきなり逆数を置けるかといった時に唯一条件がありましたよね。さあどんな条件だったかっていうと、 an プラス1こいつってゼロじゃないよねと、そこをちゃんと言わなきゃいけないと。 OK、 じゃあ今回も実験しても分かりますけれども、まずはい、初項が、まあ、プラスですよと。プラスの値でこれはもうプラス分のプラスですよね。つまり、まあ、ここは答案には書かなくていいんですけれども、まあ A1 がね2でプラスですよと。じゃあ A2 はっていうと、はい、これどう考えてもプラスになりますよね。 OK、ずーっとプラスになる、そのことをずーっとプラスになるよっていうのをなんとなく書いても意味がないと。そういう時にある数学用語を書きます。さあこういう場合どうやって書くかっていうと、はい、まあ初項がねプラス、はい、プラスということなので、これははい、こういう記述をしなきゃいけないんですよね。まあ、今回あの an がね0じゃないっていうことを示せばいいので、まあ、プラスってよりは0じゃないよってしてますけれども、実はこれ、はい、a1 がもともともプラスだったら a2 はプラス、 a3 だったらプラス、ずーっと初項がプラスであれば機能的に an って0じゃないよね、もちろん0より上ですよね。これを数学的機能で示さないとっていうのではなくて、このぐらいしっかりと全化式ぐらい分かるものであれば、この機能的に an が0 not イコールであるということを記述するっていうのを忘れないでください。 OK、 実はこれ多分青チャートとかフォーカスロールにも同じようなね記述があると思うので、この辺ね階差数列だったりこの逆数を取る場合、こういう記述でしっかりとミスをしないようにお願いします。さあこのように書いた上に逆数を取りましょう。逆数を取ったらこうなる。はい、これはどういう形でしょうか。はい、まさに直線方程式の形。はい、こうなりまして、アルファはここからマイナス4分の1、マイナス4分の1なので、はい、このようになります。じゃああと、はい、必要なのは B1 ですよね。はい、初項は B1 は A1 分の1なので2分の1となります。さあこいつとこいつ考えてあげると、はい、BN っていうのは何になるか。まず初項が、はい、B1 プラス4で、公比が5で、あとはマイナス4分の1ということなので、こいつははい、まあ4分のこいつになりますよと。で、まあ、一応ですねこの時点で例えば n が1とか入れてあげてください。 n が1入れるとちゃんと2分の1になります。 OK、 じゃああとは an 直すと、はい、このようになってフィニッシュになりました。 OK ですか。でこれあの共通テストのね、ぐらいにも出てきますが、1イコール1を代入して2になる、まあ、一応計算しておきましょうか。 a2 もA2 は、はい、7分の2ですよね。 N イコール2を入れるとどうですか。
14分の4になりますから確かに7分の2になりますということで、まあ、必ずですねもう分かったもうこれで OK だと思ったとしても N イコール1とか2のね確認をしっかりと忘れないようにしてください。ということで今回は全科試攻略ラボ、まあ、難易度1だったと思いますけれども、しっかりとミスのないようなね答案作りをお願いします。ということでこの全科試攻略ラボ再生リストにもねまとまっておりますので、ぜひ気になる方は、ざっとね見てみてください。ということでお疲れ様でした。バイバイ。